本日紹介するのは、タレントの、倉持ゆかさん。青年月日は、1991年11月6日生まれ、身長が167センチ、千葉県出身です。倉持ゆかさんは、週刊少年マガジンのグラビアで、グラビアアイドルという職業に憧れを持ち、13歳の頃に、倉持ゆか名義で、東京図鑑に所属し、デビューします。 ライブドアブログで活動を展開していたが、2010年4月以降、更新がなくなり消滅。その代替措置として、同年8月に、アメブロにブログを開設したが、本人曰く、以前の芸名が使えなくなってしまうのでと、事務所との契約が終了したことを示唆する発言をしました。2010年12月に、株式会社 GTR への、 遺跡を発表し、2012年10月、主演映画、タリウム少女の毒殺日記が、第25回、東京国際映画祭で、日本映画、ある視点、愚問作品賞を受賞、グリーンカーペットに登場しました。2014年1月からは、グラドルジガトリブと称し、ツイッター上で自らの写真を、頻繁にアップロードしていく活動を始める、 ここで行われている一連の呼びかけがグラビアアイドルたちから賛同され話題となります。2016年7月よりアベマ TV 土曜の夜は P チャンネルのレギュラーとなることが発表された。2017年3月ミス ID2018 の審査員に参加することが発表されました。今後、倉持ゆかさんが活躍されるよう応援していきたいですね。 ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではグラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。